新しいお客さんだよ。私はコンビニ店員です。うちのコンビニの常連さんだった黒人さんが半年ほど店に顔を出さなかったんだ。最近あの黒人さん見ないな。たまたま自分のシフト時間と合わないだけだと思いつつ、一緒にシフト入ってた子に話したら、そういえば見ないですねという返事。職場変わったかなんかでもうこの辺りにはいないのかなとか思ってたら、先月現れた。いらっしゃいませと言いつつ入り口を見たら、その黒人さんだったので思わず笑顔になり、こんばんは、久しぶりですねと声かけたら、会いたかったよと笑顔プラス両手で握手のお返し。理由は割愛するけど、一時的に帰国してたらしい。で、また日本に来たけど一人じゃないのよ。家族を祖国に残して単身日本に働きに来てるんだけど、同じように新たに働きに出る人を3人連れてきやがった。ここの新しいお客さんだよだと、日本に来てとてもよくしてもらったこといろいろ話したら、みんな行きたいってなったらしい。働き口があってよかったな。あと俺のことを紹介するのはいいが、一番親切な人っていうのは違うと思うぞ。まあ客が増えるのはいいことだし、外国人率が高くなって楽しくなりそうだわ。日本のいい思い出。まあまあ混んでる山手線、ぎゅうぎゅうではないものの、腕を動かしたら人に当たるくらいで、駅で降りようとする人並みに押し流されそうになり、おーあーと泣き叫んでいる浅黒い肌の兄ちゃんがいた。帰国したらいい思い出の一つになることだろう。